ライダーマンよどこへ行く前編。ブラックサンタ、子供たちを返してやってくれ。うるさい。最短区、たとえ貴様がライダーマンになっても俺とは勝負にもならん。子供たちを取り返したければ V3 を消すことだ。続発していた子供たちの誘拐事件がデストロンの計画だと知った結城ジョージはデストロンへ説得の交渉に出た。しかし取引に応じたデストロンの回答は V3 抹殺という非常の回答であった。行くぞ。ただのデストロンとは違うと思っていた。それは俺の間違いだというのか。言うな。俺だってこんなことはしたくない。しかしあの子たちを救う道はこれしかないのだ。あの子たち、デストロンにさらわれた子供たちのことか。うるさい、来い。目を覚ませ。デストロンは本当に悪い組織だ。君のような男のいる場所ではない。言うな。デストロンの悪口を言うな。デストロンの悪口を言うな。バカ。目を覚ますんだ。君はデストロンを錯覚している。違う。違う。違う。勇気。今、勇気ジョージの世界が音を立てて崩れ始めようとして、将来の幹部候補を育てるため罪のない子供たちを誘拐したデストロン、そしてその卑劣な計画を阻止しようと死力を尽くすライダー V3。 真実の光が見えるか、勇気ジョージ。ライダーマンよどこへ行く後編。最短区の出した条件を裏切り、ユキジョージはデストロンの隠れ家に潜入を図った。しかしそこでユキジョージを待っていたものはデストロン待ち伏せの罠だった。鎧元帥、最短区、行くぞ。やー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 。
今こそ貴様に思い知らせてやる。うるさい。間違っていた。俺は本当にデストロンを信じていた。しかし実際に何ということをしてきたのか。あんなにひどいことをしてるとは思わなかった。俺は恥ずかしい。サイタンクを倒し、無事さらわれた子供たちの救出に成功したライダーマン。だがその心の傷はあまりにも深い。改めてデストロンへの復讐を心に誓う結城ジョージであった。